いやー、感動しました。感動しましたよ。行ってよかった。桜橋919の同じ、メンバーとして、誇りに思います。水曜日を担当されている神尾慎一郎さん、しんちゃんが声優を担当されている、スラムダンクザファースト見に行ってきました。まあ、よかったですね。ああ、よかった。最高。いや、もう湘北が動いてんのを見れるだけでもね、やっぱ感極まるものありますし、何よりも、原作読んでいても、もう本当に、超えてくれる。で、もちろんね、前巻持ってましたし、中学、高校でももう本末すり切れるぐらい読んだんですけれども、もう、昨日、一昨日読んだかのようなぐらい、なんかこう、セリフも、名場面も蘇ってくる感じがもう最高でした。読まれてない方はこれから読んで、映画館に行くことをお勧めしますし、読んでる方は必ずまた映画館で見た方がいいと思います。いやー、しんちゃん最高でしたよ。では行きましょう。相席スタート山添寛の桜橋919。貸主の皆さんこんばんは。気高き債務者相席スタートの山添寛です。好奇心が開花するエンターテイメントの架け橋桜橋919。毎週火曜日は私相席スタートの山添が東京のミクチャスタジオから生放送でお送りいたします。この後番組にはゲストに岸高野が生登場でございます。岸高野はですね、他事務所の後輩で、関係性はもうほぼ皆無です。もはや初対面と言っても過言ではないぐらいですね。告知してから今日まで岸高野とはもちろん会ってもいませんし、ラビットで一回岸高野の YouTube がね、面白いという話をさせてもらって会ってから、その一回だけちゃうかな、ほんと接点は。それぐらいのなさですね。もちろん連絡先も知らないですし、向こうから SNS をフォローしてくるような可愛げももちろんありません。はい。そんな岸高野なんですけども、実はですね、まだ来てないんです。はい。さっきまでですね、横浜の方で岸高野はラジオのイベントをやっていたらしいとのことで、そのイベントの終演後にあるチェキ会のケツの時間が見えないという理由でこっちに来る時間がざっくりとしか分かってないという状況なんですって。チェキ会、岸高野が、岸高野をまだもしご存知ないという方いらっしゃいましたら、一回ね、画像検索してください。チェキを取るような芸人ではありません。ということでですね、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいんですけれども、岸高野がなんでチェキ会する必要があんの？ほんと、チェキと岸高野が対局の言葉としてあっていいぐらいですよね。なんでかな？それでケツを教えてくれないという生意気っぷり。これ皆さんね、ほんと高野より先に怒ってください。大丈夫です。向こうが怒ってくる、筋合いないと思いますよ、こっちにね。怒らせたい気持ちやのに怒られる筋合いないですわ。チェキで遅れてくる。まあ、ということでございましてですね、岸高野が来るまでの間、番組では、このような企画をお届けしたいと思っております。岸高野競馬！ルールは至ってシンプルでございます。この後、このスタジオに来る岸と高野、どっちが先頭で入ってくるかを皆さん予想してください。そしてそれを当てていただく企画でございます。これはもう全員参加でね。ぜひ、これ、こんなね、二頭しか走らん競馬ありますか？二分一ですよ。これぜひ皆さん当ててくださいよ。予想を当てたリスナーさんの中から抽選で、なんと3名の方に、いずれ完成するであろう、まだ存在しない番組ステッカーをあげる、約束します。ここの火曜日のパーソナリティが約束させていただきます。
ではですね、こちらのあの、岸鷹野競馬のコースのご説明をさせていただきますね。こちらのスタジオは、都内某所のビルに存在する大きなフロアの一角に存在するスタジオです。岸鷹野はこのフロアに入った後、スタジオには直行せず、スタジオ近くの楽屋に入りまして、荷物を置いて台本を受け取り、まあ、軽い番組の説明を受けまして、楽屋を出てからこちらのスタジオに向かってくるはずです。フロアから楽屋に入ったところで予想は締め切り。うん。楽屋に入ったとこまでで皆さんの予想を締め切らせていただきます。そして、その楽屋から飛び出してスタジオに向かう直線の廊下が最終コースとなっております。はい。一番、競馬で熱くなるところですね。はい。その模様、今夜だけ特別に、すべてこのスタジオから見れる仕切りになんとなっております。これはすごいよ。これ今映ってるんですか？映ってはいない。映っているんですか？カメラも設置されている。なるほど。じゃあ、今も見えてる状態ですか？もう今、ミクチャの皆さん見えている。あ、見えてる！変わった！こういうことです！今ね、もちろん、スタジオ内で皆さん作業もされてるんですけども、ここに、岸鷹野が入ってくるところを皆さんに見ていただいて、そこで予想締め切って、楽屋に入るとこで予想締め切り。そこからこのスタジオに入るまで、ちょっと長めに映してもらってもいいですか？この皆さんの画面、ミクチャの方は見えますよね。この左側から、岸鷹野入ってきます。左から右に向かって入ってきて、このあの右に白いブラインドあると思うんですけど、そこが岸鷹野の楽屋となっておりまして、そこに二人はゲートインします。で、そこで予想は、締め切り。ここで、もう合ってないような番組説明をスタッフさんがして、そこからこの、僕が今喋っているスタジオにどっちが先に入ってくるか、もう一等の一着予想でお願いいたします。3名の方にね、本当に多分完成度の高いステッカーが当たるんで、今どういうのか誰も知らないステッカーが当たる約束が交わされますので、ぜひ皆さん狙ってください。僕の予想はですね、どっちかな、これ難しいな、どっちかな、俺はね、いや、やっぱ騎士かな、僕騎士で行きますわ。やっぱしょっぱな鷹野のあの険しい顔見んのもうしんどいでしょ。やっぱあの穏やかな騎士の顔が見たい。うん。だから、まあ応援馬券ということで騎士。僕は騎士固定ですね。いや、これは本当最初で最後の G1 になりますので。桜橋 G1 ぜひ皆さん当てていただきましょう。この真っ暗だと思ってたこの部屋がですね、カーテン開くようになってまして、そこをね、特別にカメラも、今日は映してくれはるということで、この岸鷹野競馬のために、尽力してくれはりました。皆さんぜひご参加ください。皆さんぜひ、番組ハッシュタグ山添桜橋919で皆さんぜひね、予想してください。一つだけ肝に銘じておいていただきたいんですけども、岸鷹野本当に来る時間帯がざっくりとしか分かっていませんので、この企画信じられへんくらいぐだる可能性もございます。うん。その辺もね、心してくださいよ。うん。で、今説明してる時にもう来てる可能性とかもあるんですよ。うん。その時にはすぐカメラとか言うんでね。1秒も無駄にしないように皆さん聞いていただければと思います。ラジコで、ご参加いただいてる方は、ミクチャの方でも今のうちにしていただくと、両方で、楽しんでいただけると思いますし、ミクチャの登録は簡単なんでね、ホームページの方からポンポンといけますんで、なんかいらんアンケートとか全然そういうのもないんでね、今のうちにやっていただければと思います。では、有馬記念に向けてみんなで笑いましょう。ここで、岸鷹野の競馬のパドックの様子をちょっとね、確認してみたいんですけれども。あ、ちょっと待ってください。俺、楽屋に携帯置いてきました。いいですか？ちょっと。今、岸鷹野がどのような状況というのも一応把握しておきたいので、
作家のね、あの、高橋さんが、岸隆の、岸の番号だけ入手してくれはりました。なので、ここで、一回、電話してみて、まあ、繋がったらという話なんですけれども、すいません、ありがとうございます。岸の鼻息の荒さとかね、向かってくる時の空気感、その辺も加味して、皆さんにはじゃあ予想いただこうかなと思います。ちょっと待ってくださいよ。はいはい、08011、ああそうか、言ったらあかんか。はいはいはい、ではこれでちょっとかけてみたいと思います。これなんかつなぎます。あ、これがこれ、これですね、これに。はい、じゃあちょっと岸高のパドック、皆さんこの感じで皆さん予想してくださいね。これがまあ言ったら、あの、パドックであり競馬新聞であると思っていただければと思います。いきます。あ、もしもし。出んの早。あれ、岸くん、お疲れ様です。お疲れです。相席スタートの山添です。岸高の岸です。え、岸くん今どんな感じですか？はい、あの、向かってます？あ、今向かってます。あ、本当ですか？はい。あの、体調とかどうですか？体調はすこぶる良好です。あ、本当ですか？はい。あの、岸くんじゃない方は？あ、岸じゃない方はなんかスマホをいじってますね。あの、あ、はい、あの、生意気ってことでいい？まあ、そうですね、かなり生意気。今はちなみに何で向かってるんでしょうか？はい、あ、今はもう結構近くにいて、歩いて向かって道を探してます。あ、本当ですか？はい、あ、了解了解。はい、じゃあ、無事到着はできそうということですね。多分、迷わなければなんとか行けると思います。あ、じゃあ気をつけて来てください。はい、はい、わかりました。うん、お待ちしてますんで。じゃない方芸人には変わらなくて大丈夫ですか？あ、なんかメガじゃない方なんか、あの、来年の抱負とか、あの、はい、叫べたら叫んでって言ってもらっていい？わかりました。メガじゃない方なんで、俺が出会う方なんで。なんか怖いな。怖い。来年の抱負を叫んでほしい。早えよ。なんでスタジオも行ってるのに、もう来年の抱負を叫ばなきゃいけないんだよ。路上で。100万稼いでやる。100万稼いでやる。ね、いや、じゃねえよ。あの、気をつけてきてください。待ってますんで。すいません、ありがとうございます。お願いします。はいはい。では、後ほどお待ちしております。はい。失礼します。さあ、皆さんお聞きいただきましたでしょうか。ちょっとね、パドックは荒れ模様になっていましたが。何なんでしょうね。調教がうまくいってなかったんでしょうかね。騎士じゃない方がなんかちょっと結構ひひんひひん言うてましたけども。騎士くんはやっぱりなんか落ち着いたね。なんかこう一流のサラブレッドのようなね振る舞いでしたけども、騎士じゃない方がなんかえらいね入れ込んでましたね。うん、というような、パドックでございます。僕は一応騎士くんの方で、一着予想するので、騎士じゃない方か騎士くん、皆さんハッシュタグ山添桜橋919でつぶやいてください。番組の感想リアクションメールもお待ちしております。受付メールアドレスは失礼しました。ちょっと今日のあのですね、メールテーマですね。メールテーマ、発表させていただきます。生放送ということで、リスナーの皆さんもメールの方、たくさん参加してください。今夜のメールテーマは、岸隆の情報でございます。私、山添とですね、ほぼ無関係に等しい岸隆のなので、どんな人間か皆さんが教えてもらいたいなという、テーマでございます。岸くんは意外とこういう趣味がありますとかね。隆のは、実家の居酒屋の Google レビューが3件しかついてないとかね。まあそういうのはね、こっちで一応入手はしていますので、調べても出てこないやつを皆さんがもし、なんか知っているのであれば、なんか教えていただければ嬉しいなということで、たくさん、お待ちしております。メールは1通につき、岸か、高野、
どっちかの情報だけでお願いします。件名を岸、もしくは高野で分けてくれると皆さん助かります。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp 山添@obc1314.jp でございます。リアクション感想メールの方も、どしどしお待ちしております。ツイッターの方もね、合わせてハッシュタグ山添桜橋919でよろしくお願いいたします。改めまして、この番組はスマートフォンアプリのミクチャで同時生配信中です。スタジオの様子を見ることができたり、放送後にミクチャ限定のアフタートークも配信、さらに、放送終了から1週間アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミクチャの方でもご覧ください。相席スタート山添寛の桜橋919、この後1時までの2時間ぜひ最後までお付き合いください。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。皆さんメールありがとうございます。なんか今生メールですって言って持ってきてくれはった束が300万円みたいなぐらいの分厚さでしたわ。ほんまにありがたい限りでね。東京都トリケラトプス。ミクチャのカメラでスタジオを抜けた先の映像を初めて見ることができました。予想通りの物の多さと薄暗さ、さすが漆黒の独房と呼ばれるだけありますね。ミクチャスタジオの存在、さらに興味深いものになりました。そうなのよ。とうとうね、映してくれたよね。多分最初で最後ちゃうかな。岩手県、欲しいものは欲しいもん。いや、独房の外も独房やないかい。まあ、その、大きい一つの独房を小分けにしているとね、いうことが、伝わりましたかね。あ、なんか、後ろのやつももう気ぃついたら、ナイスやんか。ねえ、貼ってくれたやつ。通りで独房感が戻ったわけや。神奈川県、ダイヤモンドは動かない。僕は一着は岸さんだと予想します。ほう。僕の予想のレース展開では高野さんが先行して先頭を走りますが、ゴール直前で二人の位置が入れ替わり、岸さんが一着で、すいません遅くなりましたと言いながらゴール、二着で入ってきた高野さんがゲストなんだから謝んなよと言いながらゴールインすると思います。すごいやんこの予想士、すごいよ。これあれやんか、100円で予想売ってくれる人ぐらい信憑性ありそうやんか。よう見てんな、リアリティあるわ。ツイッターの方やとちょっとね、高野の方が優勢みたいになってるみたいっすね。岩手県、欲しいものは欲しいもん。岸高野の高野さんに公式 LINE に一着でこれそうと LINE したところ、オッケーだーと返信が来ました。高野さんが一着です。あー、なるほど、そっちから予想するパターンね。それもあったね。あー、えらいもんで先週の火曜日にあの LINE、 公式 LINE いじくって以来いじくってへんわ。ほんまやね。まあ今日生でやっぱ本人の声で聞けるからね。なるほど、高野もしくは騎士、皆さんそれぞれの予想があるということですね。ということで、騎士高野が、来てくれるまでの間、こちらのコーナーに参りましょう。絆変換。絆変換はパチンコ&スロットのアローナンバーヒップステンの提供でお送りします。借金があります。借金のことを絆と変換する私山添のように、あらゆる言葉を絆変換プラスに変換していくコーナーでございます。さて、河川部は見た。部屋自体は綺麗だけど、クローゼット開けたらぐっちゃぐちゃの絆変換。ふわとろオムレツ。素晴らしい。ああ、いいわ、いい表現。この場合のぐちゃぐちゃは、それでも嬉しいからね。そう。そうやね。とろの部分ね。ええように解釈するな。あれ、ふわとろオムレツやったんや。急に友達来た時のあれ。北海道、アワとヤギ。こいつは妹みたいな存在だから全然そういう目では見れないよの絆変換。そういう目で見てる。あー、たまにおるよなー、これ。娘みたいなとか言ってる人とか、まあ、娘みたいなは、まあ年が離れすぎててまだちょっと現実味あるけど、妹とかね、もう家族みたいだからとか言ってる男、
これもうほんまもうあわよくば行く気満々感出てるもんな。わかるわ。そこでこう警戒心を解いておいてね。玄米の玄。ねえねえ、私のこと好き？最近なんか冷たくない？ LINE もすぐ返事くれへんし、電話も出へんし、嫌なとこあったら言ってな？の絆変換。そこや。そういうとこや。これなんで関西弁にする必要があんの？なあ、関西弁も相まってってこと。関西弁じゃなくていいよな。うん。銭湯。あの時は良かったよなと酒を飲みながら昔の話を永遠語る上司の絆変換。お前にそんなええ時なんかない。めっちゃ嫌いなやつおるやん、銭湯。めっちゃ嫌いな銭湯おるやん、絶対。ええやん、もう、そういう時はもう、うんでええねんて。おとといの二日後。そうですね、りょうたくんがあそこでボールを奪ってくれて、それを太一がうまく繋いでくれたのが大きかったですね。あとはもう、りゅうたがサイドをぶち抜いて、いいクロスをくれたので、僕は足に当てるだけでした。点を取るまでに関わってくれた選手、島さんはじめすべての選手たち、そして監督のミックさんはじめすべてのスタッフたち、そして何よりすべてのサポーターのおかげで取れた1点だったと思います。と、得点シーンについてヒーローインタビューの中で語る、生きったサッカー選手の絆変換。誰が何で何がどうなんじゃい、こら。いや、それはさ、おとといがさ、その聞く姿勢がおかしいだけやん。これサッカーこれ一個さ、踏み込んで好きな人からしたら、そう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 、うんうんうん、そうだよね。みんなで取った一点だよねっていう話やから。誰が何で何がどうなんじゃ今。もうチャンネル変えろや。ぐらいは、だってそうヒーローインタビューされるような選手やねんから。すごい選手なんだーでええねん。ガイル・ガーゴイル。透明人間になれる薬を飲んだけど、味と匂いが強烈すぎて半分ぐらい吐いた。ヘタレな俺を待ち受けていた未来の絆変換。ん？透明人間になれる薬を飲んだけど、味と匂いが強烈すぎて半分ぐらい吐いた。ヘタレな俺を待ち受けていた未来の、ヘタレな俺を待ち受けていた未来の絆変換。胴体部分だけ半透明になり、内臓がうっすらと見えることから、チヨというあだ名がついた。なあ、一人で走んなや。ガイル・ガーゴイルがまた一人で走ってます。みんなこっち来いという空気も出さない。俺もそっちに行くという空気も出さない。俺はここにいる。そういったメールが届いています。今夜も。三重県、ポンポンペイン。クイックジャパンの取材に、わしはマグマ人間やから熱さまシートを全身に貼って常に冷やしとかんと自分の熱に蝕まれて活動できんなんねんと答える西日本地区ランキング1位のカリスママグマ人間が昔の苦労を語った際に、この人はなるべくして、この人はなるべくしてカリスマになっているな、と全読者を納得させ、彼の人気をさらに押し上げた何気ない一言の絆変換。晴れば都。アホやわ。むちゃくちゃアホや。むちゃくちゃアホ。なんかこの
このね、最近作品多なってるじゃないですか。ほんまに、ショートムービーぐらいの満足度出てきてません。いや、01からやってくれてんな。むっちゃ脳みそ使ってくれてるやん。ああ、いいね。マグマ人間のストーリー。ブランコ。なあ、知ってるか？突然声が聞こえた。周りを見渡しても誰もいない。誰も何もいない。誰だ？どこにいる？と叫ぶと、ここだよ。ここ。お前の左胸だ。見ろ。声のする左胸のあたりを見ると、着ていたラコステの T シャツのワニが、ニューエラの黒キャップをかぶり、グラサンをし、7ミリのセブンスターを吸いながら足を組んで座っていた。お前にこの世の真実を教えてやろう。世界でお前だけが唯一知ることになる真実だ。興味があるだろう？世界で自分だけというワニの言葉に思わず唾をごっくりと飲み込み、気づいたら、頼む、教えてくれとワニに懇願していた。よし、いいだろう、教えてやる。お前が世界初の真実を知るものだ。そう言ってワニが口にしたこの世界の真実の絆変換。ラコステのステはエムステのステと同じ。もうがっかりやわ。こんな長文読んでよ、もっとすごいこと教えてくれると思ったら、くそー、モテ遊びやがって。火曜の11時からやってる生放送の番組をモテ遊びやがってよ。時間無駄にしたわ。くそあー、面白いな、これ面白いな。腹立つわ。一生懸命少しでもつまずかんように読もうと思った俺の気持ち返せや。ずっと春休みでいいのに。 2000X 年に発売される週刊人間での最終号に送られるパーツの絆変換。自我。いい。の短さに比べてパンチが強い。気持ちいい。わかるか。おい、ブランコお前の逆や、今のが。でもどっちもいい。どっちも最高やったね、今のは。いい並びやったな。ここもっかい聞き直したいな。皆さんメールありがとうございます。以上でございます。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp、 山添 @obc1314.jp、 〇〇の絆変換〇〇のフォーマットで送ってください。メールの件名は絆、こちらでお願いします。皆さんからのたくさんの絆お待ちしております。この時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。さて、福岡県、煮るなり焼くなりモハメドアリ。予想ですが、高野さんはやはり気象難が、どう左右するかが鍵を握ると思います。やっと日の目を浴びる場面が多くなり、チェキ会とかいう生意気な遅刻の理由から天狗になっていることを考慮すると、鼻息荒く駆け出し、落馬の可能性も十分に考えられます。よし、俺は騎士一着予想でいくぞ。外れないでよーん。しんちゃん予想も入りましたね。いや、もうそろそろみたいですけども、一応画面はもう映ってるんですか。いや、まだ行ってないのか。来、うん、るってなったら切り替えてもらえる準備は今一応してあるという状況でございます。もうすぐキス。あれ、来たんじゃん。来た。騎士、高野先行、高野先行の騎士、後ろから周りチラチラ、そしてマネージャーさん楽屋に入りました。やっぱりさすがでしたね、騎士は。入ってきたスタジオ全体の雰囲気を、感じ取ろうとするあの余裕が見えましたけども、
高野はもう鼻息が多分可視化できるぐらいまで荒かったんじゃないでしょうか。さあということで今ゲートに入りましたけれども、今一応スタッフさんが楽屋に行ってこれから、番組の流れを一応、説明するということで、もう予想はここまででございます。皆さん締め切りました、馬券の方購入ありがとうございました。さあ間もなく桜橋919の岸高野競馬、出走ということ、発走でございますけれども、出走するとき教えてくださいね。もう間もなく、もう間もなくだそうです。では声がかかりますんで皆さん刮目ください。この中の楽屋に、スタジオの中に入ってきた先の方が一着でございます。さあ行った、スタッフさん行った、トゥートゥクトゥートゥクトゥートゥクトゥートゥートゥクトゥー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 初戦でございます。2022年最後を締めくくる桜橋競馬はどっちが一着で結末を迎えるんでしょうか。なかなか、さあどうでしょう、さあどうでしょう、カコン出てきた、来た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 、どうぞ、高野、高野が岸にかけてたのに。何がですか。いや、ここはそのカフは、カフ上げてください。これがカフか。お願いします。何がだよ。あ、俺の声か。いや、岸高野競馬やってんのよ、こっちは。下品な。なんだ岸高野競馬って。いや、岸くんにかけてんねん、こっちは。そうだった。そういう感じなんですね。え、どっちが先に着くかみたいなことですか。そうす、どっちが先にこのスタジオに入れるんかっていうところで、岸くんもめちゃくちゃベッドしてる人多かったのに、ごめんなさい、傷ついたらもう鼻息丸いこまめちゃんが、誰が鼻息丸いこまめちゃんなんだよ。やりやがって、勝手なことやりやがってよ。ゲストを見てに扱わねえな。おーだろ。ということで、高野一着でゴールでございました。高野に予想した方おめでとうございます。おめでとうございます。3名の方には入るよお前、格のステッカーをプレゼント。意味わかんねえだろまだ。ということで本日のゲスト岸高野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岸高野です。いやー嬉しいね。いやーちょっとそうですね、なんかいきなり変なことやってるからよ。めちゃくちゃになってっけどよ。何が？何がじゃねえよ。なんでお前はわかるんだよ。いや、ありがとうございます。呼んでいただいて。いや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 。はい、いや、喋りたかったよ、岸くんと。ありがとうございます。岸とは喋りたい奴なんかいねえんだよ。高野なんだよ、喋りたいのは大体。そうそうそう。仲良くなりたいのにさ、岸くんと。その、肩入れて入って、こんといてくれへん。違う、だから別に岸と仲良くなんかなる必要なんかないでしょ、普通に考えて。パンツ取って。パンツじゃねえよ、マスクだよ。なんで口にパンツしてんだよ、俺。いやそうですね、うん、ありがとうございます。お願いします。一応これね、はい、ラジコでも聞けるんですけども、うん、ミクチャのアプリでも、動画が生配信していますので、うん、手前の方が岸くんですね。帽子かぶってる方が岸くんで、はい、奥のチンチンが高野。チンチンじゃねえよ。あんた奥のチンチンってチンチンはいつも手前にあるだろうね。奥には何があるの。奥には何があんのって言われたら難しいけど。で、お前も何なんだよ。帽子の方って言われたら帽子外すって何なんだよ。わかりやすくやってもらえよ。ごめんなさい。お前が帽子かぶれていいんだよ。喧嘩やめて。はい。お前。俺のあれがねえぞ、耳が。なくてええやろ。なんでなんで必要やねんの。こいつがしてるから。
いやいや、それはもう岸くんだけでええやん。大丈夫です、大丈夫です。何の必要があるの？聞こえてる声。ラジオっぽいだろ、そっち。聞こえてない、聞こえてない。高野に指示なんて入るわけないやん。いやー、はい、入れろよ、俺にも指示を。いやいや、高野もう外しといて。なんでだよ。それは頼むわ。うん。スタッフさんとあの話聞いたら、ちゃんと俺らが高野に伝えるから。俺と岸くん伝えるから。それはじゃあいいです、うん、それで、はい。お願いします、うん。お願いします。なんか直前まで、はい、ラジオイベント行ってたんやって。そうなんすよ。うん、まあ、なんか自分たちでやってるポッドキャストのイベントを横浜で。あ、番宣やめてほしい。はい。見どうしようかしら。押せよ。もう、はいとか言った時点でもう間が悪いんだよ。すいません。あの、バナナの天ぷらっていうね、岸高野のバナナの天ぷらポッドキャストっていうのやってますんで。やめて。はい。それのイベントがあって、大盛況で。配信持ってるんだろ。他局の。なんでお前が嫌なんだよ。他局の。他局って言ってもまあ別にいいじゃないですか。俺らが勝手にやってるだけなんで。誰も。そうです。iPhone で撮って流してるだけなんで。そうだよ。誰も、誰も聞けないラジオね。誰も聞けないことはないですけど、はい、その、追っても聞けるやつで、うんうん、だからその、それのイベントみたいのがあって。はい。それやって、うん、その、俺らのイベントってことで、なんかみんなでじゃあ終わったら打ち上げ行こうぜ、みたいな話もしてたんだよ。なのになんか桜橋球打ち切るとか言われてよ。何やねん、その言い方。すげえんな、本当によ。その他事務所やけど先輩やろ、そうですよね。そんな言い方はないやろ、岸くん。いや、ちょっとひどいですよね。うん。確かに、どうやって断ろうかみたいなことお前言ってたよ。二人揃って中コンビや。いやでもまあね、せっかくだしってことで来させていただいたってことですね。本来やったら打ち上げあったってこと。いやそうっす、なんか大打ち上げみたいなのを横浜だったんですよ。横浜でやるから普段行けないんで、ちょっとね、せっかくだから中華とか、はい、中華とったので、ホテル取ってね、みんなで朝まで行こうぜ、みたいな。本当なんですよ、これ。5人ぐらいでホテルで行こうよ、みたいな。ほんまに？話とかしてた。ほんで、僕らのなんか、主催というか、僕ら、岸高野の、みたいな感じのライブだったんで、だから、ちょっといいね、俺らもね、やったね、つってみんなでご飯食べ行こうね、とか言って先に言っちゃってたんだよ、みんなに。ごめん、桜橋のやつ入ったわ、って。なんだそれってみんなに言われたよ。いや、でも、うん、ね、俺らは、基本的にはその、来たい、俺は来たかったですけど。ああ。はい。高野がなんか、え、なん、どうやったら断れるかな、みたいな。いや、別にいいよ、そんな。お前も来たくなかったんだろ、どうせ、本当は。まあね。え、そのまあねじゃねえよ。待ってくれ。お前は来たいでいいんだよ。どっちかはさ、セーブしろよ。そう、お前は来たいんだろ。うん。すいません。でも僕もでも本当に、嬉しかったです。でもそれは申し訳なかった、ほんまに。でもなんか、なんで今日なんだよってとこです。いや、そんなんさ、それ、ほんまにタイミング悪かったの俺知らんかって、それに関してはもう申し訳ないんやけど、はい、こっちもこっちでね、もっと大物に来てほしかったんよ。ふざけんじゃねえよ、それは。それを、折れて、ほんまは岸くんだけっていうのでスタッフさんに伝えたのに、なんとか高野も一緒にお願いしますって、マセキさんからえらい強く言われて。一番の小物だよ、岸だけが。で、まあじゃあ、もうせっかくなんでって言ってコンビでね、な、俺が魔石にねじ込まれることはねえよ。こいつが魔石にねじ込まれることはあったとしても、俺がねじ込まれることはねえ。口悪い相方。そりゃそうだ、ま、そりゃそうだじゃねえよ。俺が悪くなるだろ。悪いやつな。喧嘩しなきゃダメなんだよ。いやでもやっぱ高野から言った方がいいっすよ。まあでもそうですよ。だからね。そんなタイミングやったんや。申し訳なかったね、ほんまに。いや、全然。いや、でももう、だいぶ来てるでしょ。人気出てきてるでしょ。正直。本当にそうですね、今日のイベントも一応完売して、うん、まあ、配信とかもなんか結構売れてみたいなんですけど、本当、山添さんが作った世界ですからね、今これ。え、何が？その、ラビットで我々を、その、紹介してくれたことによって、その、我々がちょっと忙しくなることができたっていう、だから、いや、本当に、山添さんが作った世界です。世界は。なんなん、その独特な言い方。山添さんが作った世界。山添さんに感謝してますみたいなことね。そうそう。単純に俺はもうもう気づいてる人はもうとっくに早く気づいてはったやろうけど、俺はもうもちろんおもろいなと思ってた中で YouTube、はい、たまたま見て、はい、なんでバズってへんやろうと思って、はい、いいタイミングでラビットのその企画が来たから、はい、なんとかお願いしますって言ったらやっぱ案の定よ。でもあれで、なんかこいつとか、そのもう一人の、作ってる大河内ってやつがいるんですけど、はい。山添さんと挨拶させてもらいましたね。あいつとこいつ、マジで調子乗ってますよ、今なんか。本当に。なんかもう、とにかく本当に俺には何も教えてくんないんですよ。
いつも企画がそうやもんね。そう、うん、何も教えてくんないし、ちょっとしたなんかこういう感じで、うん、みたいな、なんかちょっとしたことも教えてくんないで、なんか、なアナリティクスってわかります？あの、YouTube やってる人ならわかるらしいんですけど、うん、あの、推移みたいなね。視聴者の何パーセント男性とかそういうなんかデータが見れるのがある。そうそう。男性とか、そんでこう、うんうん、こんぐらい見られてるとか、こんぐらい今人気急上昇中なんだよみたいなとか見れるんですって、はいはいはい、YouTuber はみんな見てるらしいんですけど、それを二人で、騎士と大河内でなんかニヤニヤしながら、おお、なんかいいね、みたいな。ラビットでやっぱこう来て、いいね、みたいな話してるんですよ。あ、だポジティブな話だなと思って、うん、で俺も、どれ見せて、っつったら、何見てんですかとか言われて、そんな感じになっちゃったの、俺ら。俺にもアナリティクス見せるなよ、お前。いや、そうだ、しょうがない、しょうがない。しょうがないじゃねえや。なんかもともとは、もうだって学生時代の同級生なんだっけ？中学の同級生です。中学生芸人じゃねえよ。はい、前田感覚でやってんじゃねえよ、お前。あ、その、同級生の中にも日々が入るようなことになってもてねえ。そうですよ、本当に。隠す必要ねえだろ、あんなの。二人、三人で喜べばいいだけでしょ？こんな見てもらってんだ、みたいな感じでさ。喋るよ、誰か。ラジオなんだから。いやいやいや。放送事故とかあるらしいから、ラジオって。聞いたことある。高伸ばし919にしようとしてるのか。高伸ばし919って。誰が聞くんだよ、高伸ばし919を。聞きたくねえよ。俺も聞きたくねえ。いや、でもほんまに名作多いもんね、はい、YouTube。いや、ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いわ。でもなんか、最近チャンネル変わったみたいになってからまだ俺見れてないのよ。あれは、一応、岸高のオフィシャルチャンネルっていうのを立ち上げまして、はい、うん、で、それは、まあ、今までやってきた没企画みたいなのを流すだけの、うん、まあ、言ったら、ゴミ箱みたいな。おめえよ、マジでよ。なんだよ、ゴミ箱の YouTube って。サブチャンネル？サブチャンネルなんですけど、あ、サブチャンネルか。その、うん、まあ、本チャンネルの高野さんを怒らせたいは、結構その、うん、ドッキリがメインになっちゃうんで、はいはいはい、その、そればっかずっと仕掛けてるとやっぱ疑われるじゃないですか。うん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 、そうなっちゃうと面白くないんで、なるほど、そのサブチャンネルで偽企画をやりまくるっていうのをやってるとこですね。なるほど、はい、じゃあ両方とも。そうですね。これは見逃さんようにしてなあかんね。でもそのサブチャンネルの、うん、サブチャンネルというか僕からしたら本チャンネルなんですけど、そっちが岸高のオフィシャルチャンネルが、はい、これはみんなでこういうこと面白いねみたいな話はしてやるんで、うんうん、こっちの方が僕はチャンネル登録してほしいです。もうみんな、なるほどなるほど、はい、もうそっちの方でなんかドッキリのやつとかもうあれも寒いから、あの YouTube。 いやだってあれで3人とも面白いってなってんねんから、ありがとうございますで、いや本当ありがたいですよ。俺の人権なんかねして、こいつなんだよ。こいつらマジで、あの、住所晒しましたよ、ついに俺の。住所と電話番号と LINE。いや、すごい、ね。晒すな、お前。マリオ？マリオ、マリオ見たよ、はい。面白かった。あれなんか生配信で3000人見てくれてたらしいですよ。すごかったね、あれ、はい。携帯も鳴りやまなくなっちゃって、お前、マジで。面白いわ、もう企画がおもろい。いね、本当に、はい。お笑いに魂売ってんな、お前。おめえが売ったんだよ、勝手によ。俺の魂を。俺の魂を。俺の魂を売るんじゃねえよ、勝手に。いや、見てへんかったらぜひ見てください。もう、はい、あの、お願いします。名物、企画はもちろんあるんですけど、はい、本当に面白いっていうのも何本もあるんですけど、でもね、あんまり回数がそこまで伸びてない、俺ははい、何か伸びてないのもありますね。が、はい、鬼越の金ちゃんの僕のやつが俺もめっちゃ好きで。はい、あれ意味わかんない。あれはそうですね。面白い。俺しつこいのめっちゃ好きやから。いや、そうですね。TikTok で、うん、バズりたいみたいなことを言うんですね。ネタを100本俺が考えてきたから、ただの突っ込んでって言うんですけど、ほんと15点の1本しか持ってきてない。それが鬼越の金ちゃんさんのやつなんですよね。そう、あれさ、はい、あれ多分芸人寄りなんやろな、多分。あのしつこいのがおもろいの時とかってさ、うん、その視聴者とか、その、ライブとか見に来るお客さんにも、なんでこれあんま伝わらへんやろうってこと結構多くない？うん、そのしつこい系の笑い。そう。でもしつこい中でさ、はい、同じボケが変わってくるやん。はい、ああ、そうですね。だから同じように見えへんはずやのに、もう見ただけでやっぱ済まされるのがすごい。悲しいね、俺は。そうですね、うん。ちょっとツッコミも変化入れてるもんね。変化入れてるし、それ一応バズるってことでやってるから、俺はちゃんとね。いや、騎士の鬼越金ちゃんのモノマネのあのボケめちゃくちゃおもろい。めちゃくちゃ荒いやつを。
100回やるっていう、うん、ちょっと似てるかもみたいなね、うん、モノマネをやるんですよ。いやぜひ見てもらいましょう。お願いします。その2人がやってるポッドキャストのラジオはどんなラジオやってるんですか？はいはい、本当に1週間あったことをダラダラ喋るだけですね。1時間、そうですね、はい、なしてでもすごいなんかもう下品なコーナーとかもありますよ。なんか何どういうの、そうだそうだそうだ、これちょっと大丈夫かないってん、いやそのラビット出していただいた時の、山添さんが出してくれたんだから、そうそうそう、うん、企画が、うん、その高野に目隠しとヘッドホンをして、うん、TBS 連れてきてっていうのだったじゃないですか、うん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 、でその時にその高野を起こすシーンが流れてたんですね。うん、はい、流れてた、最高やった、はい、はい、あれがちょっとちゃんと見た視聴者の方から来た連絡来たんですけど、うん、高野さん朝立ちされてたんですよ。なんかしてたんだよ、はい、してたんだよ、なんかでもさ朝4時ぐらいに来られてさ、そんなんのさ、はい、わかんねえけどさ、なんで通ったんだよ、誰もチェックに、その誰もチェックにも通ったんだよ、いろんな大人がチェックしたんだけど、うん、その朝立ちされてまして、うん、そのなんでしてたのかっていうのをみんなで想像するコーナーとかをやってます趣味の悪いコーナーですよなんで立つんだってさ、ラビットあれさ、はい、その高野にバレへんようにさ、大河内くんも岸くんもめっちゃ早めに入ってさ、はい、で本番までめちゃくちゃ猶予あったんあれ、めちゃくちゃ猶予ありました、めちゃくちゃ長かったですあれ、はい、で立ち続けてたってこと？違います、起きた瞬間です、あの起こされたんですよまずこいつに、うん、あもうじゃあずっと音楽流されながらも寝てたんや、うん、途中、いや起こされてからもうしてくださいって言われたんですよ、音楽とか、うん、そうやろ、まず家から起こされて、はい、ヘッドホンと目隠しして、はい、移動して家で起きるシーンで立ってたんです、そこで立ってたんや、はい、寝起きのシーンもなんか撮られててこいつらに、でそれでチンポ立ってたわ俺チンポっていうな、いやポーやめてポー以外やったらいいのに、なんでポーで行くの、チンチンがねちょっと立ってて朝4時ぐらいに急に起こされたらね、そんな風になっちゃうだろう普通に考えてなんで立つかな、いやいや立つかなっていうか、だからあの学校とかでもそうだったじゃないですか、変な時間に立つんすよチンチンはそうだろ、もしかして今チンチンの話してる、チンチンの話してるよ今そう、そういうコーナーのラジオとかですね、はい、それのイベントやってるんですけどね、はい、もうちょっとね、まだまだこっから、はい、岸高野について、はい、聞かせていただきたいと思いますが、ここで一旦一曲聴いていただきましょう、はい、ジェロで海行き、ジェロおはようございます、この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。引き続き今夜のゲストは岸高野のお二人です。ご挨拶を読まなくていいんだよこれよちげえよお前下手くそだな、ご挨拶をって、そうそう、岸ですとかお前なりの言葉でご挨拶をしてくださいってことだよ、岸じゃない方も、はいはい、岸じゃない方じゃねえんだよ、高野じゃない方が岸なんだよ夜だから声下げて、関係ねえよ、夜だから声下げて、夜ってなんだよ、誰に合わせんだよ夜って、やっぱ慣れてるわ岸は、クソ野郎が、高野だけよずっといいんだよ、もう起こしゃいいんだよ夜は俺が出てる時は起きてろじゃ俺が寝てる時が夜、俺が寝てる時が夜よ王様気取りやな高野です、よろしくお願いします、すいません皆さん失礼なゲストでね、ラジオネームこってりのんち、どんな名前なんだよやろ、違う違う、人のラジオ、こってりのんちやってるんだよ、人のラジオのラジオネームね、そういうのもんじゃないですか、って山添さんこんばんは、私にとって今日が初めての競馬体験でした、初めての競馬体験で騎士じゃない方にかけてみたら当たりました、嬉しい、ない方なんだよ俺がビギナーズラック、おめでとうございます、この調子で調子に乗って馬券買うとこから始めてみたいと思います、初体験ありがとうございました、誰が騎士じゃない方なんだよ、ああ取ってはるわ、高野騎士なの、高野なんだよ俺は、お前が高野じゃない方なんだよ、まあまあね、そうだね、だから騎士は覚えやすいけど高野が覚えにくいねんな、そんなことねえよいるだろたまに名前が長いから、うん、長くねえよ、3で山添はどうなるんだよそしたらよ、あんまり聞いたことない珍しい名字だよ、あ引くのはあんねんけど高野がねえんだよな引くのがねえのよ。高野はあんのよ。横のも。横のはありえるよ。だって縦のもあんの。縦のもありえる。引くのがねえんだよ。皇帝で。上野がいたら下野みたいなやつはもういいんかい。ラジオネームサンタイガー。
高野さん真っ白のシャツ着るんですね。やっぱりチェキ会やってきた爽やかアイドルは清潔感たっぷりですね。尊敬しますって。チェキ会とかやるようになっちまったじゃねえかよバカ野郎。誰がやってんだよ。アイドルみたいな顔で撮ってくださいっていっぱい言われた、ね、書いてあったよいっぱい。なんかアイドルっぽい顔でチェキ、あのなチェキのポーズしてみたいなのあるらしいんですよ、うんうん、でだから岸と高野さんで2人でアイドルっぽい表情みたいな感じでパシャーとか撮ってきてよ、うん、それ1000円で売ってんだよ。ボロいなマジで。ダメだろあれ。法外だろ。俺らの写真を1000円で売りつけるってよ。買うなよ。買ってもらった時勃起した。勃起しそうになったよそれは。心のね、何がおかず。心の勃起しそうになったよ。よかったと思って、ありがとうございます本当に皆さん。心がチンコやった時、心がチンコだとしたら勃起してましたむちゃくちゃやほんまにです、ね、春はあけぼの、僕はのけもの、かわいそうまだラジオネームだから、すいません杞憂かもしれないんですが、タコノさん今は立ってないですよね。杞憂だよ、大丈夫だよそれは立ってないです今。もう一番ね、立つ要素がねえだろこの子に。え、騎士は立ってない？俺立ってます。立ってんのかよお前、気持ち悪いな。調べて、高野が調べて立ってんの、どっちなの分かんねえけど、まあまあ張りがあるぞ。なんでそんなスッと触んの相方のほんまに仲ええなほんまに。ごめんなさい、気持ち悪いっす、ほんま。一応ね今日はね、はい、メールテーマで、はい、本当にラビットと、さっきそうか、あの、CM 中にね、チャンスの時間でもちょこっと喋ったんか。はい。その2回しかないやんか、喋ったことが。そうですね、本当に。だから本当、岸高野の情報を俺は勝手に YouTube とか、はい、その出てるやつとかネタでしか知らんから、はい、2人の、その言ったら、人となりというか、うん、プロフィールみたいなのを皆さん、知ってたら教えてくださいというのは、リスナーさんには聞いてるんで。ありがとうございます。そうそうそう、僕らもちょっと前までミクチャとかやってましたからね、うん、あ、やってたんや。そうですそうです。だからミクチャのこの聞いてる方の中でも僕らのこと知ってる人もいるかもしれない。ああ、じゃあちょうどいいやん、はい、そしたらそれはもう詳しい方もいるでしょう、うん、そうですね、そういうところでね喋ってたもんね。そうそうそう、はい、ファミレス午前2時、これはあまり世の中に出回っていない情報ですが、はい、岸さんは第56、57代、総理大臣である岸信介さんの、ひ孫にあたるお方です。山添さん、粗相のないようお気をつけください。あ、信介さん、失礼しました。岸信介さんのひ孫にあたるお方。はそら知らんかった。これ言っていいんだっけ。オフィシャルじゃなかったんや。止められて。なわけねえだろよ。こいつがよ。よかった、これこういうの聞いとかんとあかんから。じゃ、こいつがそんなわけねえだろうがよ。日本をさ、その背負った DNA が入ってて、こんなブクブク太るわけねえだろ。なめんな、日本。え、これ嘘？嘘ですよ。完全に。岸健之助の方。岸健之助って誰？ネルソンズの。あ、岸さんじゃないですよ。岸健之助の孫とかではない。なんで時代がおかしくなるだろうがよ。あんま年変わんねえだろ。岸さんと。全然ですよ、もう、うん。大したことねえよ、こんなやつ。いや、でも、岸が今多くを語りたくない感じがより、すいません、ちょっと。ほんま感がね。一回。そうですね、なんかおばあちゃんに、いや腹立つわマジで。おばあちゃんに連絡取って確認してみてねえや、ミクチャがね、はい、ミクチャの生配信なんだから別に大丈夫なんだよお前ちげんだからよ違います。ミクチャのコメント欄で、はいはい、小粒ラムネがルッキズム高野って来てるんで気ぃつけてください。ブクブク太ってとかそういう言葉が、そう、本当相方ハラスメント、はい、知らねえや。騎士が泣いた瞬間に負けるからね、はい、裁判。俺騎士を泣かしてんだよ。騎士をむしろ泣かしたい。俺騎士を泣かしたくてやってんだよ。芸人を泣いたらおしまいって言われるけど、泣いておしまいなら俺はいいんだよそれ。泣くのをどうでやってるって。芸人が泣いたらおしまいみたいなね、はい、うん、そう。泣かされてきてるから。泣かされてきてるから。あ、なるほどなるほど。あ。高野の情報が来ました、ね、ありがたい、はい、ありがたいってなんだよ。三浦靖子偽物、高野は初めてフェラチオを知った時一気にハゲ上がったらしいです。そういうことねえよ。怖えよそれ。やっぱ最初知った時ドキッとしたもんね。ドキッとしてねえよ。ハゲるかもって思ってねえよ。フェラされた瞬間に。気持ち悪いな。あんなんだよフェラチオされた瞬間にハゲ上がるってどういう発想なんだよ。まだ何がすか。
未経験フェラチオ、うん、されたことあるに決まってるでしょうがよなめんじゃねえよマジで俺だぞこの野郎斉藤さんだぞのえこれ違うんですか違いますよ全然もうだから別にもう、うん、特にそのハゲに関しては途中までガッてハゲましたけど、うんうん、そっからもう別に途中からはもうハゲてないですし今ももうどん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 フェラチオはされてますから俺はアホだろアホだろよマジでよ何言ってんだよえそれ2人はさだから中学から同級生やんか、はい、で高校も一緒、はい、高校違うんですよあ高校違うんだけ、はいあ、中学だけ？中学だけなんですよ。はあ、そうか、そうか、そうか。宮崎県、ストロール。岸さん。はい。岸さんはですね、水泳が得意で、ジュニアオリンピックやインカレに出ているそうです。種目は自由形みたいなので、自己ベストを聞いてみた方がいいと思います。水泳得意なの？水泳得意ですね、僕。ああ、はい。やっぱ、なんか、高野に来る情報と騎士に来る情報は、やっぱなんか全然ジャンルが違うね。全然違うよ、ほんとかっこいいね、やっぱ騎士の情報は。違う違う最初のやつは嘘だよ。ほんで、こっちに返したら本当なんで。ジュニアオリンピック出てんすよ、はい、こいつ。そうなんすよ。すごっムッキムキだったんす。学生時代。なんか二人とも剣道部やったみたいなのが。僕が剣道です。あ、高野が剣道部。高野が剣道部ですね。騎士は水泳で、もう、はい。そうなんや。はい。ジュニアオリンピックで、まあ、全国大会なんですけど普通の日本の中の国内大会ではあるんですけど全国のすごっ、そうなんです、はい、で種目自由形、はい、自己ベストって俺でも聞いてもすごさあんまり分かんないいやそうっすよね、うん、だなんか都で何位とかそういうことあ都で4位とかっすでも、うん、東京都はいすごっそうなんですよこれ本当なのがややこしいんだよお前はほんまにすごいやん。そうなんですよね。なんかそのネルソンズ青山的なアスリートなんや。そうですね。まあ、まあ、でも、青山さんすごもっとすごいですけどね。あレスリングでね。はい、次は高野です。はい、お願いします。雪国さん。はい、高野さんは、魔石の先輩バカリズムさんが出演している家事野郎には出たくないらしいです。芸人が出るもんじゃねえと思っているらしいです。言ってねえよ、クソ野郎。なんでかはわかんないです、でも俺も。言ってねえよどっち言ってないですよ、そんなの。だからへ。はい。めちゃくちゃ失礼やん。失礼すぎますよ。魔石の先輩でも相当尊敬されてる方ですから。そうよ、もう、はい、どの芸人も、絶対にバカリズムさんは面白い人って、ね、間違いないです。思ってるんやから、うん、はい。で、家事野郎もだから面白いんですよ。それはね、なんでこんなさ、そんな、その、リスナーにバレるぐらい思ってて言っても芸人が出るもんじゃねえとか。言ってねえや出たくないとかさ。ざけやがって。理由は言ってないよね、確かに。は理由は言ってない。言ってねえよ、はい、言ってないんだって、そうやって。じゃあ、出たくないとしたらどういう理由出たくないとしたら、うん、まあまあね、うん、お笑いやってないってことかな。ちょお前マジでさ、おめえマジで責任取れよ。いやいやいや、俺は何も知らないもんだって。知らないもんじゃねえや。だから嘘？嘘です。じゃあ出たいってこと？出たいです。あ出たいば。そもそも違うんやって雪国これ、うん。家事もね、しっかりやりたいです。なるほど。出れるやんと最高やもんね。最高ですよ。いい感じの番組。あの高野はさ。なんか、イッテQ出たいってよく言ってるやんか。イッテQ出たいですね。騎士は一番出たい番組は何なん？あ、でも、普通にお昼の情報番組とか。なんでだよ。通販とか。ゴリゴリやって、騎士は、はい。ゴリゴリのお笑い番組やるべきや。なんでその通販やりてんだよ、お前がよ。いやいや、売れるかなと思う。なんでおめえがやったら売れるんだよ。売れるわけねえだろ。お前がなんか、ちょっとしたマッサージチェアみたいの売ったとしても。別に売れねえんだよ、お前がやったって。まあそうか、やめとこう。なんなんだよ、俺のこと相手にしてくれよ、お前。何やねんこの関係性なんか危ねえ空気って思ったんすかねこいつがそんなにこれ何分まで喋れます？まだまだいけましたっけ？まだまだいける。あ本当ですよ。もういやー2人はだから今、はい、はい、何年目になるの？11年目です。11年目か、はい、じゃあ3つ後輩になるんや。最初から魔石、最初その渡辺の養成所行ってたんですよ。あへえ。それで所属するのがまあ一握りみたいな感じなんですけど、それで落ちて、うん、で魔石のオーディション行って、うん、で受かったみたいな感じなんで、養成所はほんまにほんまにだよ。あんだこの嘘、今の嘘クソつまんねえだろ。ほとんど僕ら渡辺落ちてて、魔石その後行って入りました。なんだこの嘘は。
いや、その疑うな。メールもさ、嘘と本当が混じってたからさ、ね、どれが、え、騎士にも聞いてよ、じゃあ。もちろん。え、はい、え、最初から魔石？いや、最初、人力車の養成所入って。クソ、嘘ついてんじゃねえよ、はい、もう違うやん。はい、え、人力車？はい。一回なんか天下取ったんですけど。お笑い界の、はい、知らないってことは嘘じゃん、みんなが。あ、いやいや、しれっと。しれっとって何、一瞬だけ天下とかねえんだよ、お笑いは。当時はだから、コンビ名が違ったってこと？あ、そうです。天下取った時のコンビ名もし覚えてたら。あ、そうですね。うん、指くわえブラザーズ。ここが弱い。ここが弱い。ここが弱い。そうそうそう。ここが弱いっす。いや、食い気味すぎるやろ。絶対弱いって。絶対弱い自信があったんす、俺は。ドリブル上手いっす。はい、シュート下手なんす。もう、間の時点でもう危ない危ないと思って。もうちょっと信用してくれよ。絶対にもう、無理と思ったんで。ありがとうな。ありがとうなじゃねえや。指くわえブラザーズ、指ブラは、はい、指ブラなんて略されんのかい。賞レース出たことあるん。賞レース、なんかエントリーはしたんですけど、やめてくれって向こうから言われて。なんでだよ。もう、お前らが出たら止まんないから。あ、なるほど。大会が？大会が。なるほど。番組のこととか考えろって言われて。なるほど、なるほど。はい、地方のちっちゃいお笑い大会をルート33さんが荒らしてるっていうような噂と同じぐらいのことや。そんな感じですよ、ね。はい。あ、なし遂げてたんや。単独とかもやったりしてたん？そうですね。単独は東京ドーム4日間。やるかよ、ねえだろが。お笑い東京ドームでやんねえ方がいいよ、はい。3日までは満員だったんですけど、4日目で完全にゼロでしたね。意味わかんない。1日しちゃったんだよ。1日多かった。1日多かったです。ちょうど3日分だったんかい。はい、ばらけなかった。ばらけろよ。最終日もったいねえ。その当時配信とかもなかったから、難しかったやん、はい。単独タイトルだけ聞いていい？はい、指くわえブラザーズ。指くわえブラザーズ。はい、ふんどし忘れちゃった。全然かかってもねえんだよな。指くわえに何にもかかってねえじゃん。何なんすか、ふんどし忘れちゃったって。指くわえは無視なの、そこは。世界観だったね。世界観全然関係ないし。世界観重視系じゃねえや。ふんどし忘れちゃったわ。やっぱり騎士の話の方がやっぱなんか真実味を帯びてるな。全然嘘じゃないですか。なんでしれっと天下取ったって意味わかんねえこと言ってよ。え、じゃあ何さ、そんな言い方すんねやったらさ。なんだよ。学生時代のお互いの呼び方はどんな感じやったん、高野。うん。学生時代、騎士のことですか？うん。もう何ですか、ブラザーって、ネイティブに言ってました、ブラザーって。これもう嘘やん。嘘というか、滑ってんだよ。嘘というか。本当のこと知りたいねん、俺は。本当のこと言うと、本当のこと言わないとダメ。本当のこと教えてほしいな。本当のこと言うと、騎士です。お互いの呼び方、騎士君教えてよ。あ、俺は、名前で呼んだこと、おいとかです。お前それや、お父さんや。お前とか、おいとか。一回も言うことないの。はい、なーとか。なんでなーって。いや、あります、あります。高野です、僕は。高野って呼ばれてました、ちゃんと。意外とこう、なんか、下の名前とかでみんな呼んでましたけど、僕と騎士は、名字で言い合うみたいな感じでしたね。ずっと。ほんまほんまだよ、実は名前で呼んでましたって何なんだよ。じゃあその指くわえブラザーズを経てとりあえずまあ魔石に入りましたと。はい、経てないけどね。で、うん、そこで岸隆の結成。あ、もうもともとだからコンビは組んでたんですけど、その時から岸隆のコンビ名は、もともとは、うん、牛魔王っていうコンビだったんです。あ、もともと牛魔王やったんや。はい、高野が中学の時に、うん、学芸会というか文化祭で、うん、その最有機をやることになって、うん、で背の高いやつから順番に牛魔王役やらないって言われてって、うん、でみんな拒否してったんですね。で前から2番目だった高野がやりますって言ったんで、背が前から2番目に小さい男が牛魔王をやって、軽く滑ったんです。はい、これ本当の話なんですよ。ずーっと断ってきて。そうなんすよ。俺小さい方だったのに牛魔王やってるんすよ。孫悟空の方が俺よりでけんだもん。孫悟空女の子です。女の子の大きい子だったろ、あれ。どういう人生やねん。そうなんすよ。お前も断ったんだろ、だから牛魔王。はい、俺は断りました。断んじゃねえよ、お前が。めちゃくちゃやっぱり、やっぱ騎士がほんまのことを教えてくれる。今のは本当の話ですけど、もうさっきのなんかわけわかんないこと、指くわえみたいなのは嘘です。いや、もう俺はもう、俺は自分で信用する人を決めるから、肩入れて入ってこんといてくれ。なんだよ、その言い方は。
ここで一曲聴いてください、ジェロで海行き。またかい。さあ、ということでお聴きいただいた曲はジェロで海行き。バカ野郎。ということで、岸高野のお二人とはこの後も喋っていきたいんですけれども、はい、曲とお知らせの後はドーナツ社の単車の虎をお楽しみください、岸高野とはその後に、たくさん喋っていきたいと思います、はい、高野さんとうとうこの後ランネーが喋ってくれます。誰だよランネーってよ。ランネーちゃん誰なんだよ。アイセキスタート山添さんの桜橋919。この時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。引き続き今夜のゲストは岸高野のお二人です。岸高野です。お願いします。お願いします。はい、温まってますか。温まってますよ。誰なんだよ今のやつよ。本当によふざけらんねえやんか。知らねえだろおめえはよ。いやらんねえですよ。らんねえって。えそのさ、その他事務所とはいえさ、先輩の番組来るっていう時にさ、ね、ランネーのことも調べずに高野は来たってこと。なんでランネーのこと調べてラジオに臨むなんてことはねえよ俺は。一緒単車の虎。ちょっと岸ランネーのこと教えてあげてくれへん。あ、そうですね。ランネーは女の人です。分かってるよそんなことはよ。ねえなんだから。まずね、はい、はい。まずやん。で、年が19歳。は？未成年の人なの？はい。うん。でも、タバコ吸います。ダメじゃねえかよ。ダメじゃねえかよ。言うなよ。お前が言うなよ。これそれは。前から言ってた。うん、そんなことねえよ。ポッドキャストのラジオでも言うなよ。言わねえよ。ランネー実はタバコ吸ってんだよ。未成年なのにって言って。ランネーって誰ってなるだろう、まず。メール来てます。東京都トリケラトプス。当時、指くわえブラザーズの単独東京ドームライブ二日目を見に行きました。ありがとうございます。いっぱいだったやつか。僕の周りには指ブラファンがいなく、一人で東京ドームに行ったのですが、その時に隣の席に座っていて意気投合した女性が今の奥さんです。やかましいわ。岸高の、いや、指くわえブラザーズのお二人、僕の人生を変えてくれてありがとうございます。ありがとういたしまして。アイコのコンサートとかでそういうこと言うんだよ。なんで指くわえブラザーズの東京ドーム公演ってそんなならねえや。GAG のひろゆきさんな。そうです。GAG のひろゆきさんが、アイコさんのライブ一緒に行ってな。で、そう、出会うとかあるんですよ。ねえよ。いや、因縁って岸高野の。いないよ、適当なこと言うなよ、お前。間違えちゃってたの。ラジオネーム、スズムシ。指くわえブラザーズ幻の東京ドーム 4days は私の両親が出会った思い出のイベントです。ほら、オフパコで生まれた指くわえチルドレンの自分にとってお二人は神です。両親を連れていくのでいつかまたドームに帰ってきてください。そうですね。ちょっと低層観念低い人が多かったのか。そんなこと言うなよ自分たちでよ。俺たちのファンは低層観念が低いとか言うなよ。当時の中には、うん、中にはそんな人ないですし、うん、まあ、でも今幸せっていうのはまあ良かったです。時代がだからおかしいだろ。やってよかったなじゃねえよ。やってねえんだよそんなの。何年も経てこうやってあの時ありがとうございますっていう、もうあの感謝のメールが止まらへん。いや感謝じゃねえよそんな。そうそうそう、オフパコとか言わねえよ感謝のメールであんまり、うん、その指くわえブラザーズの時の芸名は今とは違うの。そうです、うん、親指っていう。俺が親指なの。うん、高野が親指で。はい。騎士は。あ、僕はこめかみです。全然違うじゃねえかよ。それもセンスなのか？知らねえけど。親指と指じゃねえんだ。はい。なんだ。トリケラトプス。騎士高野が、前のコンビで天下を取った時に毎回出待ちをしていたファンです。あ、そうつけ。騎士さんはいつも心よく対応してくれてたのですが、高野さんは美人な女性ばかりに対応していて、いわゆるファン食いをしていました。最悪じゃねえかよ。タレコミ来てる。タレコミ来てるじゃねえよそんなの。指くわえブラザーズ自体がねえのに、それのタレコミって何なんだよ、クソ野郎。これは今もですね。うん、今もじゃねえよ。はい。今も美人の人だけなんで。親指あるあるが。もう親指あるあるメールで届いてる。親指って呼ぶな、俺のことを。おめえが勝手に作り上げたキャラクター。親指。そうですね。オフパコとかもしてないです。されてないですし、東京ドーム公演もやってないでしょ、うん、どう見たって、はい、高野はファン食ってるもんね。食ってないですよ。どう見たって。うん、で圧倒的に食ってねえだろ、絶対に俺は。ペコペコ。俺に来るファンって何なんだよ。ペコペコ。ペコペコってなんだよ。食えてない。食えてねえよ、ファンは。そうなの。ファン食ったこと一回もねえよ。食わせろ。
うるさうるさうるさいって。もう深夜だから、夜だから12時回ってんのよ。夜こそだろ、夜こそ大声ちょっとそこが悪いな今日のゲストは。ごめんなさい、ちょっとほんまに空気乱れちゃって謝るな、ほんま。じゃあ仮にやけどさ、はい、あの高野はさ、はい、ファンを行くってなった場合、うん、どういうシチュエーションで行きたい？大丈夫、俺はもうみんなみたいな感じで行きたいっすよ。俺もみんなみたいって何？うん、だみんなそうだろ、普通になんかこうやってなんかファンレターとかの中に LINE の ID が入ってんだ。違うわ、 DM や。 DM か今の時代は取り残されてんじゃねえか俺じゃしたことねえから違うわ、 DM はだってハガキ、ハガキだと思ってた。ってだよ。俺そうだったで。電話番号とか書いてるみたいなね、話を聞いたことあったから、うん、そういうもんなんだとは思ってたよ。DM なんだ。DM ででもやったら危なくないっすか、そんなの。関係あるか。すげえな。俺にはこの根性がねえのかもしんねえわ。関係あるかって思える。うん、出たら最後。出たら最後で行くんだ。鼻の下こすってしまいさ。俺もやってるよじゃあ。俺もやってるから DM 送ってこい。鼻の下こすってやるよ出て。でもそれこそ LINE の ID とか、うん、あの公開してるじゃない。ああそう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 、はい、そういうので来たりしないですか。あんなのなんか本当に童貞みてえなやつからしか来ねえんだよ俺は。クソみてえな。童貞からどんな感じの。童貞からなんか好きになった人がいるかもしれないみたいな変な LINE 来てや俺。相談みたいな。相談みたいな来て、なんか好きになってるかもしれませんみたいな。それでこう返信すんの。しました、それは。どう。だから、それを何歳お前みたいな感じで送りました。その上から言ったの。言ったよ、しんどしたら。どっちがだよ、俺だろしんどいのは。口調怖っ。28だみたいな感じで、向こうもなんかだみたいな感じで、うん、28童貞、まあ、今までも付き合ったこともないし、うんうん、キスもしたことないみたいな。セキララにね相談してんねん、はい、で抱いたの。なんでそいつを抱いちゃうんだよ俺はよ。28歳の童貞をなんで俺が抱いちゃうんだよ。好きな子ができたって言ってんのに。まあ、自由だから恋愛は、うん、そうだ。それでだけど、うん、まあこういう風にご飯とか誘ってみたらみたいなことは言いました。でもそれは何を知ってんのよ高野は。じゃ俺なりの今までしてきた恋愛を言ってるだけだろうがよ。そんなの勇気出して後悔しないようにしろよって言ってんだよ俺は。向こうだって高野に送りたくて送ってるわけちゃうんや。俺に送りたくて送ってんだろそりゃ。数ある芸能人の中でラジオネーム小林行くんじゃねえよ先には。高野さんに質問です。お質問、はい、はい。僕には現在彼女はいませんが気になっている女性がいます。おめえマジでよ。勇気を出してクリスマスデートに誘ってみようと思うのですが、ああどんなデートをすればいいと思いますか。一緒じゃねえかよそいつとよ、うん、どうせそいつも、まあ、童貞ですよ。だからクリスマスこうやってなんか付き合いたい。決めつけんなよ。童貞なんだよ俺に送ってくるやつはよ。過去の統計全て見て絶対童貞なんだ。この番組のリスナーがそうとは限らんやろ。だったらじゃあクリスマスデート、うん、クリスマスデートはもうそれはもうやんなさいよ、うん、そのあのもういわゆるベタなやつやるよ。イルミネーションとか言ってよ。え高野はさ彼女いんの。います。いるよね、はい。そのクリスマスデートとかは したことないの。したことあります。それはその時のこと教えてよ、うん、その時だから、うん、まあマジで今言ったようにイルミネーションは見に行ったことあります、うん、ベタやな。ベタやなってなんだよ。ベタこそ正義だろうがや。そのどこ行くんですか。表参道。うーん表参道のすごい綺麗なとこあんの。地下ってなんだよ。遠いイルミネーションが別にいいってことはねえんだよ。イルミネーションに遠さとか近さとかねえんだよ。確かにそうだねえよマジで。近くてもいいんだよ。そうで見に行った時もありましたよ、うん、そしたらやっぱりちょっとこうちょっと美味しいもの食べて、うん、でなんかお泊まりしましょうみたいな。それ普段美味しいもの食べてへんってこと。まあまああんまり食べてないですよ。普段行ってるご飯屋さんに一回謝って。肉ちゃんに肉ちゃんに向かって。詐欺んじゃねえや。普段行ってるご飯屋さんに謝って。日高屋さんごめんなさい。日高屋はうまいぞでも。日高屋はうまいぞ。日高屋めちゃくちゃうまい。作りに来たのここに。違う。日高屋は好きだからよく行くんですけどね。あ、語弊が生まれたから。美味しいというか高い。あ高いところはあんま行けてないですけど、ビッチなとこね、そう、うん、そうだけどそうちょっとその日ぐらいはちょっと行こうかみたいな感じで行きますよ。服装はいつもよりもちょっと変えんのやっぱそうなった。
ちょっとジーパン履いてみたりとか、いつも履かないですけど、はい。履かないでいいですけど。履かないでいいですけどって言ってねえよ。なんでそんな俺下からになってんだよ。履かないでいいですけど。雑魚キャラやな。クリスマスの話するときは雑魚キャラとかねえよ。俺なんて。そっちが、そっちが、ほんまの自分なんやったら、そっちで喋って。その方が小林部活やめるって思う。その、あ、本気で相談乗ってくれてるって思うから、うね、もう一回ちょっとあのメール読むから、その本心で喋って相談持って、うらーとかなし、そう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 、ごめんなさい、高野さんに質問です、はい、僕には現在彼女はいませんが気になっている女性がいます。勇気を出してクリスマスデートに誘ってみようと思うのですが、どんなデートをすればいいと思いますか。俺なんて分かんないですけどよ。俺に聞いたって大した答えはできないですけどよ。でも俺なりに考えて全然自分ができる範囲でいいんじゃないですか。ええやつ、ええやつやな。普段これだもんな。普段これじゃね。めっちゃええやつ。気性も荒くないし。めちゃくちゃいいやつ。電車乗ってる時のお前な。電車乗ってる時こんなんじゃねえよ。じゃあちょ、改札入るとき動画だよ。改札出るまで教えて。心の声を出して。だからまず、だから、チャージするだろ、普通にね。いやいや、いや、本心で、本心で。本心で頼むよ。俺は全然お金がないでげすから1000円ずつチャージさせていただくでげす。小学でね、なるべく安いところまで、うん、チャリで行けるいい乗り換えのところまで自転車で行って、その後安く済まさせていただくでげす。だけど優しいところもあるでげす。席はおばあちゃんがいたら譲るでげすし、近くに若い女の子とかがいたら痴漢だと思われないように両手を上げてくる。なんだよこれ。お腹痛い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 。なるほどね。その口調だと本心を言えるんだね。本心言えるじゃないよ本当に。もうその取り繕うんやめてよ。そしたら気合ってたちょっと。いやだけどまあまあそりゃね、こうわーっていうようなことが来たらそれ言うだろ俺だって。でもちゃんとしたね相談の、ちゃんとした相談はそうだね。そうだから挑発されたりとか、うん、急になんかその失礼な物言いされたりしたら、うん、それはもう怒ってくれていいけど、うん、あの向こうも本気やと思ったら本心で答えて。そりゃそうか、うん、それはそうです、それは間違えてました、はい、すいません、ラジオネーム小林部活やめるってよ、はい、もうすぐクリスマスですが高野さんのクリスマスの思い出などがあれば教えていただきたいです。ねえよそんなの。思い出で。クリスマスの思い出なんか。結構真剣に聞いてへん。思い出で。まあそうか。うん。クリスマスの話でですか。大学生の時に遡らせていただくでです。おお。結構前ですね。下手やな。謙虚な言い方。結構前の話ですね。はい。大学生の時に。うん、彼女と一緒にディズニーランドに行った時です。クリスマス、クリスマス、すごい夕方ぐらいまで遊んで、うん、でその時から私はお笑いが大好きだったんです。うん、うん、クリスマスといえば M1 グランプリがあったんです。うん、うん、だから私本当に生意気ですけどM1 見たいから帰りたいですって彼女に伝えてしまったんです。うん、本当に情けないです。その時彼女はすごく怒ったでげす、うん、ああまあね、クリスマスでね、なんで途中で帰んのみたいな、途中で帰んの、夜まで一緒に過ごさないなんておかしいってすごい怒ったでげす、うんうんうん、でも僕はごめん M1 が見たいでげすって言ったです。そんなのおかしいって口論になったでげす。じゃあラブホテルで一緒に見ようって言ったでげす。セチュアンでげすか。セチュアンでげす、セチュアンでげす。ちょっと自分寄りじゃないですか。ラブホテルで見たんです。ディズニーランドも出たんですね。でもディズニーランドはとりあえず夕方には出てもらったんですね。ラブホテルに行ったんでゲス。でちょっと遅れちゃったんでゲス。あの M1 に間に合わなかったんでゲス。着くのが、うん、でつけたらその時スリムクラブさんが出てた時だったんでゲス。はい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 。スリムクラブさんがめちゃくちゃ面白かったんでゲス。二人で大笑いしたんでゲス、スリムクラブさんで。あ、仲直りできたんだ。それでいい思い出になったんです。うん、だから、
私、ラブホテルを見ると、スリムクラブさんを思い出すようになってしまったんだけど。いい思い出話。よかった。すいません。これがクリスマスの時の思い出。生意気でごめんなさいです。謙虚やな。あ、でもバッドエンドじゃなくてよかった。2010年のね、M1 ですけど、うん、はい。いや、これは、その、メールくれたリスナーもこう喜んでると思う。ちゃんとした話はちゃんと返します。うん、すいません、うんうん。もう今後そうしていきます、もう、本当に。話にならなくなっちゃうから。うん、なんかその、素の高野を見れて、すごい貴重な回になったわ、今日は。よかったです。嬉しいわ、本当。素でゲスゲス言ってねえよ、俺は。素でゲス。なんでこんな、俺は自分に自信がなくなっちゃうんだよ。え、じゃあさ、はい、その、お母さんの話とかなったらやっぱ本心が出てまう。ああ確かに。そのご両親への感謝のテーマとかってなったらやっぱり本心。まあ、うん、それはまあふざけるところではないなと思います。うん、うん、なるほど。え、じゃあミクチャのこのカメラに向かってさ、うん、はい、じゃあ、はい、岸への感謝。ああはい。普段言えてない岸への感謝。これやったらどっちなの？騎士への感謝。うん。ざけんじゃねえ、騎士この野郎。おめえはいつも言うの。俺のことバカにしやがって。ふざけんなよ、この野郎。ああ、やっぱそっちが出てくるのか。一回ちょっと、はい。目の前にいると、うん、そうなっちゃうのかもしれない。あ、そうかそうかそうか。視界から消えます。視界から消えて、はい、視界から消えたら、ちょっと言い方どうなるかをちょっと。ちょっと一回視界から消えます。ごめんね。うん。このカメラに向かって。はい。また改めて。騎士への日頃の気持ちとかってもしあったら。騎士はいつも俺のことを考えてくれてる時です。俺のためにいつも打ち合わせとかもしてくれてるみたいです。俺をどう美味しくしてくれようかだけを考えて動いてくれてる時です。いつもいつも騎士ありがとう時です。オッケーオッケーオッケーです。あ、全然違った。あ、そうですか。あ、全然違う。ちょっとそらこれはね、言ったら、はい、高野に失礼だったら言わないけど、はいはい、ああ、ね、やっぱちゃうね。あ、それは、ああ、それは照れがあるね、やっぱ相方には。調子乗ってますよ、本当に、騎士は本当に。めちゃくちゃですよ。じゃあ吉本で好きな先輩とかいる？好きな先輩。うん、いや魔石でもいいし、芸人で。あ、お世話になってる先輩とか。お世話になってる先輩もたくさんいます、うん、一番お世話になってるのはもう内村さんとかもライブ呼んでくれたりとかするんですよ。僕ら出させてもらうとか。なるほど、はい、じゃあ内村さんへも一応ミクチャで内村さんに、うん、一応感謝をお伝えしておいた方がいいかもね。ふざけやがっていつも俺らのことをバカにしやがってよ。なんでそっちだよ。ちむらさん桜橋君多分見てないと思う今。ああだからちょっと本心で言った方がいいかも。多分見ることはないんちゃうかな、うん、内村さん。そうっすね、うん、ちゃんとした、うん、たとえ事務所の先輩とはいえさすがにこれは多分見いひんと思うし、うん、届かへんからさ、はい、うん、手で本心で言っていいと思う、うん。あなたが大好きでちっちゃい頃からお笑いをやっていました。内村さんと初めて会った時もすごく嬉しかったです。内村さんのやることなすことを面白く思った時期があったです。そんな内村さんがライブ呼んで くださって内村さん、なんか言うみたいな感じでしたよ。お前びっくりしたな、お前。なんで後ろ見んだよ。内村さんいたらやべえだろ、マジで。いやー、内村さんにもね、お世話になってますから、はい、ね、うん、シャイやな、高野って、ね、シャイではないですけど、確かにそうですね、ちゃんとしたことはちゃんと言った方がいいってことですね、うん、勉強になりました、それは。いや、こちらこそ、高野のことをもっとこう、知れて、はい、で、岸には、岸高野のことをしっかり教えてもらったし、はい、今までの歴史とかもね、はい、教えてもらえたから、すごく嬉しい回になりました。もう、いや、もう、あっという間でね、お二人とお別れになるんですけれども。早えよ。もう終わりなんかい。それぞれ岸から、よかったら、今、この遅い時間まで聞いてくれてるリスナーにちょっと感謝の、なんか一言でもなんかもらえたら、多分リスナーも喜んでくれるから、はい、嬉しいです、うん。早く寝ろ。なんだおめえこの野郎。
感謝しろおめえは。最後まで聞いてくれてありがとうなという、はい、あの照れが乗ったあなんか素晴らしいコメントでしたよね。素晴らしくねえや。じゃあ高野からもいい、はい、お休みでゲス。ありがとう、岸高野。ありがとうございます。ということで、スペシャルウィーク、山添桜橋地球のゲストは、スペシャルウィークは岸高野でした。ありがとうございます。ありがとうございました。相席スタート山添さんの桜橋919。相席スタート山添さんの桜橋919。そろそろお別れのお時間でございます。ミクチャの方では番組終了後にアフタートークもございます。皆さんからのコメントを読んでいこうと思いますので、そちらの方もぜひ皆さんご覧ください。レギュラーコーナー、バニー、そして絆変化へのメールをしております。さて、ここで、番組から新年一発目の放送のお知らせです。桜橋919来年1月2日からの1週間は、桜橋919新春もう一度聞きたい名場面スペシャルをお送りします。テレビでよくある総集編のやつですね。あれやります。はい。この1年、山添桜橋919で放送された中から、もう一度聞きたいトークのリクエストメールを皆さん送ってください。メールの方でお願いします。リクエストには、何月何日放送のなんちゃらのトークが聞きたい。失礼しました。何月何日放送のなんちゃらのくだりが聞きたいなどなど、具体的に書いてもらわないとちょっとこちらも探す気になりません。それくらいはしてください。うん。ハッシュタグには、ワードを入れて、検索すれば放送日時は調べやすいと思います。それらのリクエストを集計しまして、名場面集としてお届けします。懸命に名場面、こちらを書いていただけると助かります。ということで、ああ、面白かったですね。スペシャルウィーク、岸高野にして、やっぱり良かったな。ノリに乗ってますね、やっぱ二人。面白いわ。なんか同級生の空気感はやっぱりたまらないですね。ね。憧れる部分がやっぱありますね、芸人やる上で。あ、メール来てますか？ありがとうございます。飛行中のコーヒー。今日の放送も面白かったゲス。高野さんの本音が聞けて嬉しかったゲス。でももうお腹いっぱいでゲス。リスナーも本心で送ってくれてるわ。あー、なんかみんなの心を丸裸にしてくれましたね、結果ね、高野が。最初の方はなんかこう嘘つきやろうかと思って、岸だけが本音で語ってくれてるのかと思いきや、一個この心の扉を高野が開けてくれてからはもうみんなの心をね、こう向いて向いて、裸と裸で、なんかこう本心で喋れたっていう、そういう感じになりましたわ。いやー、面白かった。久しぶりにちょっとお腹痛なりましたね。いやー、もっとほんまはね、今日はスラムダンクの話とかしたかったんですけど、まるまる岸高野にしても後悔ないぐらいの、競馬から始まり内容になったんではないでしょうか。ラジオネーム3タイガー、シャイな高野さんも含めて結局2人ともアイドルじゃん。ほんまやね、性質がアイドルやわ。あー、なんかこう恥ずかしがらせたいというかね、恥ずかしい顔もっと見たいみたいにやっぱファンがなるもんな。岸と高野でキンキキッズやもん。ああ、関西坊や。いや、あれはちょっとすごいな。あんまに。なかなかリクエスト会。皆さんちょっと火曜日は珍事件が多分山ほどあると思いますので、皆さんの中にどれが印象に残ってるのか僕もちょっと知りたいんでワクワクしてますので、皆さんなんとかね、思い出して、ああ、あれやなーっていうのがあれば送ってくださいね。東京都ミートカーソルは広め。山添さん、帰り際の高野さんは勃起してましたか？確認するの忘れた。うわあ、そう。立ってた可能性あるよな。寝る前だぞ言うやろ、多分。戻ってきてもらおうか。もうエレベーター乗ったかな、降りたかな、さっき向こう行く見えてんな。もうバツ、あー、降りた。降りた。早いな。
もしかしたら、勃起したチンコでエレベーターのボタンを押してるまであります。そこまではちょっと抑えられずでした。失礼しました。ゲスゲス言いながら、エレベーターにきっと降りていきました。いや、なんか、疲れたな、今日。笑いすぎて。ほんまに。いや、皆さんも岸高の情報ありがとうございましたね。本当に。あ、まだ来てる。千葉県、サンドの飯よりフライドチキン。まさか、高野さんが腰の低いゲスキャラだとは思いませんでした。同じく、下水僕の心をわしづかみにされたでゲス。僕は、高野さんに一生ついていくでゲス。ほら、すごいことなってるやん。ブランシモン。岸高野、もう二度と来んなよ。お前らの声なんて聞きたくねえんだよ。でも本当はすごく楽しかったでゲス。また来てほしい。そう思えるゲストでゲス。すごい。その、天の弱なリスナーも、本心をもう伝えざるを得ないぐらいの魅力が詰まってたと。すごいね。この番組のリスナーのなかなか本心を引き出すなんて簡単にできることじゃないですよね。ありがとうございます。またいつかね、ご一緒したいところでゲスケレドも、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は、相席スタートの山添寛でゲスした。遅くまでありがとうございましたでゲス。